ッセルヒロインドールに新作で出てましていきたいと思います。今回たくさんいるのでラプンツェルが出たらおしまいにしようと思っています。とりあえず1回500円なのでね、行きましょう。1個目、こんな感じ。ピンクのラインがあったらラプンツェルだと思います。じゃあ2回目、お、入んなかった。ということで追加。2回目は、なんか全部同じ見える。3回目はこんな感じ。はい、じゃあ4回目、こんな感じ、はい、詰まっちゃったからもう、はぁ、ずれー、まあ、外れって言っちゃうよ。このスカートも出てないから、ベルも着てないってことだよね。ゲットということでおしまいにしたらベルはゲットできなかったってことか。まあでもね、今日はこれでおしまいするって言ったから帰ったら何が出たか見てみたいと思います。ドリームチェイサーです。はい、というわけで今回はラプンツェルが出るまで計6回回した感じですね。はい、6回で何種類揃ったのか開けていきたいと思います。今回はラインナップ全部で6種類でしたよね、確か。はい、なのでちょっとね、しかも白だから覗いてみてもわからないし、コンプリートしづらい感じではあります。でもまあざっくり見た感じだと、このひらひらが広い、この間隔が広いのと、手前のくらいだったら見分けがつくかな。ただ、中に何あるかよくわからないからね。はい。これとこれは同じ感じのなみなみ具合で、これはちょっとこっちが細かめな感じなのわかりますか？ちょっと遠目で見るとわかるかな？こんな感じ。覗いただけじゃちょっとわかりづらいので、まずこちらから開けます。これは？ジャスミン？あ、違う、白雪姫だ。白雪姫でした。あ、かわいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい。やばい。なんかこれ6月の時点でこうね、ジューンブライドっぽくゲットしたかったなという気はしてたんですけれども。はい、7月に入って見つけました。首のあたり、ちょっとね、これも、相性があるかもしれない。あ、うまく刺さった。よかったー。ぎゅーっとね、優しく力を入れてってください。で、これがあって、これがあって、これはこの合うところにこう重ねるだけですね。やっぱりこの上の部分が見えてる状態なんですね。で、上に差し込むと出来上がり。やばくないですか、これ可愛すぎでしょう。全身写すとこんな感じ、見えるかな。はい、とっても可愛いです。いやー、これはちょっとほんとコンプリートしたいけれども、もう明らかにベルはいないなっていうのが分かっていて、じゃあどうしよう。同じひらひら具合のやつから見ていこうかな。これはかぶったのかな、どうなのかな、もうそれもそれすらも全然分かんない。ラプンツェルだけが唯一このドレスにピンクのラインが入っているので分かるようになってるんですけど、顔はねものになるんですけれども、さあこれはどうだ。あった。ん、あ、やばい、ジャスミンだ。やった。
った。あ、こういうパーツがついてるのか。なるほどね。私この上の部分にこう切れ込みが入ってるんだと思ったら、この上にこのように重なるパーツがありました。なるほど。じゃあこれをまずはくっつけて、うわ、めっちゃ嬉しい。これで次探すときにね、ベルだけだったら少し探しやすくなる。はい、首をグッと入れると、あ、首元がこうね、アクセサリーがついてるような感じになります。うわ、ジャスミンもめちゃくちゃ可愛い。はい、後ろをつけてあげて、でお腹の部分をこう差し込むときに真ん中にこういう風に置いて上から押してあげるのかな。はじめにここをはめちゃってからの方がいいかな。はい、こうやってちょっと上目にしてあげて、差し込んでから下に下ろしてあげる感じするといいかも。ちょっと、はい、組み立て終わるとこんな感じ。すっごい可愛い。やばい、なんだこのシリーズ。やっぱ花嫁衣装っぽいのは可愛いな。特別なカラーリングっていうよりも本当に清楚な感じでまとめられているんですけれども、すごくいい。やったね、2種類目ゲット。はい、ではひだが細かいの開けていきましょう。ということはこれは確実にこの2つとは被ってないので3種類目ゲット。では開けちゃいます。3つ目、え、誰、シンデレラだった。やった。シンデレラはシンプルなパーツでできていますけれども、ブーケを持っていてとっても可愛いです。あ、ネックレスしてる。はい、アップで見ても可愛い。横顔も可愛い。もう最高。こんな感じで、受けるような感じで持ってるんですね。はい。細かいヒラヒラのドレスは、あと一人アリエルがいるんですけれども、アリエル出るかな？どうかな？はい、これとこれ上から覗いてみると、これはなんか髪が邪魔してて中見えないんですよね。中見えない方から開けていこうかな。これなんか奥が赤っぽいから、もしかしたらこれアリエルかもしれない。はい、ということで、なんかいろんなコンプリートセットとか売ってるけれども、今回ばかりはなんか売ってない気がする。だってわかんないもん、見て全然。もう実際3種類とかしかゲットできなかったらどうしようとか思ってたんですけど、多分、あ、アリエルだった。この中身、これラインナップ表なんですけど、ラインナップ表で蓋されてると中が見えませんでしたが、アリエルで、多分これも中赤っぽいのでアリエルだと思います。ということでね、アリエルがかぶり。あ、すごい。じゃあ5種類、本当にあとベルだけですね、ゲットできなかったのは。じゃあベルは巡り合いがあった時にゲットしよう。はい、このパーツがあるのでジャスミンの時と同じ感じなのかな。お腹の方にこうくっつけちゃった方がはめやすいかな。でこうしてから上から押し付けて、でこれをフィットさせる。で頭をつける。ジャスミンの時にも胴体つけてから頭つけた方がやりやすかったかもしれないですね。で首がグッとね、押し込んであげます。はい、アリエル、やっぱり髪の毛が赤いのでこの白い色に映えますね。そして色白なのもうまく綺麗に出ています。今回の子たちみんなこう顔が可愛いので、いつもに増して可愛い気がする。なのでぜひぜひチェックしてあげてください。はい、4種類目アリエルゲット。はい、ではラスト
安心して開けていきましょう。はい、ということで開けます。はい、あのブライドラプンツェルかな、あの結婚式の本当に最後に出てくるラプンツェルので、髪の毛は短くて茶色い髪の毛をしています。この子もすごく好きなんですよね。髪が長いラプンツェルももちろん好きなんですけれども、髪切った後のねラプンツェルも好き。すごいすごい、このティアラがすごく凝ってる、なんか一番手込んだ作りになってるような気はしています。はい、こちらもブーケを持ってますね。表情豊かで可憐な感じでとっても可愛いです。はい、ラインナップ表はこんな感じになっていて、一度に見ることができます。このベルのスカート部分を見てもらえるとわかるんですけれども、こんなふわふわっとしたね、模様がついていたらベルだと思うので、これを狙って手に入れた時にはまた紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はカプキャラヒロインドールのガシャポンを回してきました。出るまでチャレンジ、出るまで6回回したら5種類揃いました。いかがだったでしょうか。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。